宇都宮工業高校が今年創立100周年を迎えたのを記念して、今日宇都宮市内で式典が開かれました。宇都宮工業高校は今年創立100周年を迎え、県内で100周年を迎えた高校としては25校目になりました。記念の式典には在校生と同窓会の OB、OG などおよそ1200人が出席しました。創立100周年の節目にあたり、本校の時代を超えても変わらぬ精神を受け継ぐとともに、新たな歴史、伝統を築き上げることを決意いたします。高校の OB でもある福田富一知事が祝辞を述べました。主体的に学業や部活動に励んでください。そして時代の潮流を捉える力を育み、豊かな人間性と確かな技術、技能を身につけるための研鑽を積み、世界で活躍してください。また、この100周年の記念式典を契機として、科学技術高校でもある本校が、ものづくり県栃木の発展により一層重要な役割を果たしてくれることを期待しております。宇都宮工業高校は、土木、建築、木工の3つの学科を設置して1923年、大正12年に宇都宮市京町に創立しました。2011年に科学技術高校の工業高校として雀宮町に移転して新たに開校しました。現在は機械科や電気科など7つの学科が設置され、県内産業の将来を担う技術者の育成に向けた教育が行われています。これまでに3万6000人を超える卒業生を輩出し、産業界はもとより世界的な評価を集めるジャズサックス奏者で校歌を作曲した渡辺貞夫さんや、元サッカー日本代表で日本サッカー講演会理事長の松本育夫さんなど、さまざまな分野で活躍しています。歴代の卒業生や来賓が見守る中、在校生の代表が力強く挨拶しました。これからの100年を継承しながら、新しい時代の担い手としての自覚と、旅行で育まれたものとしての誇りを胸に、変化を恐れず、前へと突き進んでまいります。ちょうど僕が卒業する年、3年生の年に、この宇都宮工業高等学校が100周年を迎えることができて、とても光栄に思っています。将来、宇都宮工業高等学校で学んだことを生かして活躍していきたいと思っています。今回、ブレンダーを用いたアニメーションを100周年の時に作らせていただいたんですけれども、3人ですごく協力して作ることができました。その技術を生かして将来活躍したいなと思っています。